この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証スタンダード市場に新規上場した証券コード5885株式会社 GDEP アドバンス代表取締役社長飯野忠道さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株価まだ買い気配継続となっています。ではどんな会社なのか概要からご紹介いただけますでしょうか。はい、私も GDEP アドバンスはですね、2016年に創業いたしました、宮城県仙台市がですね本店の会社になります。NVIDIA さんはじめ、インテルさん、AMD さん、ザリンクさん、そういった海外のプロセッサーメーカーさんのパートナーとして、日本で DX を展開している会社になります。本社は仙台なんですね。はい、宮城県仙台市ですね。遠くから約9年ぶりの一般市場への上場となります。はい、では、事業内容についてご紹介いただけますでしょうか。はい、私も GDEP アドバンスの事業はですね、システムインキュベーション事業の単一セグメントになります。このシステムインキュベーションというのは実は私どもの造語でございまして、お客様のその個別の課題解決、これをすることによって得られた知見がですね、卵がこう孵化をするという意味であるこうインキュベーションちなんでつけた私どもの造語になります。で、具体的な事業内容としましては DX サービスの展開になるんですが、DX と申しましても非常にこう裾野が広いんですけど、私どもはですね AI 特にディープラーニング、これに特化したワークステーションやサーバーの開発と提供、これを行っている AI ソリューション、こう画面で言いますと左側ですね。あとはですね、昨今話題になってますその仮想空間上でさまざまなサービスを展開するメタバース、それからコンピューターグラフィックス、このあたりで使われるシステムの開発提供を行っているビジュアライズソリューション、画面で言いますと真ん中のところですね、この2つが私どものメインの事業ドメインになります。で、これに加えまして納入したシステムの保守運用支援、あと性能向上支援ですね、こういったところを行うサービスサポートというサービスを提供しております。はい、企業ですとか教育機関などに提供、はい、されているということなんですね。はい、おっしゃる通りです。はい、ではその、導入事例を今日一つご用意いただいてますので、こちらご紹介いただけますでしょうか。はい、インファビジョンさんという中国の医療系の AI スタートアップの会社さんになります。で、インファビジョンさんはですね、2020年に肺の CT 画像から新型コロナの自動診断を行うアプリケーションというものを開発いたしました。で、彼はこのソフトウェアをですね、アメリカと中国とそして日本の方で展開するにあたってですね、日本でその病院や研究機関に導入するためのシステムを何か私どもの方でいいものがないかということでご相談をいただいてですね、で、当時我々 NVIDIA の GPU に対する知見が結構豊富に中でアセットとして積み上がってましたので、彼らのアプリケーションは高速に動く端末といったものを台湾のメーカーさんと共同で開発しましてですね、ご提供しましたところ、アメリカで使っていたパソコンよりも約36倍ほど高速に処理ができたといったところでご採用いただいて、国内の医療機関研究機関の方に約そうですね、10台20台ほど導入をいただいていると、ご採用いただいているといった実績がございます。はい、で、このようにこの個別の課題解決に終わらずにですね、ここで開発した、例えば AI 診断用の画像解析用の端末が今他のお客様ですと、例えば、監視カメラであったり、それから顔認証のシステムであったり、あとは人流解析、こういったところの端末として横展開させていただいていると。はい、このスモールマスに対してセミアウトでソリューションを展開するというのが実は我々一番得意なところでして、いわゆるアウトカムまでしっかりこう行って社会実装するといったところが私どものビジネスモデルの特徴になっています。はい、こういったことを他にもこういくつもされているということですね。はい、おっしゃる通りです。はい、それでは次に業績について教えていただけますでしょうか。はい、直近の業績になります。私も IP を目指し始めたのがですね2019年になるんですが、まず最初何をしたかと申しますと、収益体質の改善を最優先に図ってまいりました。で、具体的には製品の模倣困難性を高めましてですね、内部知見がこう蓄積できるような案件とか、あと POC だけではなくて実装運用フェーズまでしっかりとこう一緒に伴走できる案件ですね、こういうより付加価値のある商談をここ3年間でお客様と相談しながら進めて増やしてまいりました。で、その結果ですね、トップラインの伸びは微増で推移しておりますが、
一方でその経常利益の利益率は2年間で 5.5 ポイント改善しまして、はい、利益額もですね毎期2桁成長しております。まあ、新型コロナとかあと為替の変動円安ですね、そういうこうネガティブな要因があった中でも公衆期待率をこうしっかりと定着しているというのがお分かりいただけるかと思いますし、まあ、当然2023年5月期におきましても一層の増収増益かつこうさらなる段階利益率の改善というものを行っております。わかりました、はいはい、それでは続きまして御社の強みについてご紹介いただけますでしょうか。はい、私どもはですねこちらにございます通り、まあ、グローバルのプロセッサーカンパニー先ほど話させていただいた4社 NVIDIA さん、インテルさん、AMD さん、ザリンクさん、AMD ザリンクさんですね、この4社から認定された高い技術力というのが我々の特徴になっております。で特に NVIDIA さんとはですね2007年から良好な関係を構築しておりまして現時点で国内最多の9タイプのパートナー認定と6回の受賞履歴を有しております。また同社の AI サーバーにおいてもですね国内販売実績において発売以来6年間連続して国内1位という実績を有しておりまして、まあ、まさに名実ともに NVIDIA さんについては国内ナンバーのパートナーという立ち位置で活動させていただいております。2007年からのお付き合いって結構長い、はい、以前からということなんですけども、ね、どういうきっかけだったんでしょうか。はい、2007年にですね、まあ、毎年アメリカの方で、スーパーコンピューティングカンファレンスという学会が行われているんですけど2007年にネバダ州のリノでその学会が開かれた時に私そこにこう訪問してちょうどブースを出してらっしゃった NVIDIA さんの担当者とお話をして、まあ、CUDA という、こう開発環境を2006年に彼らが開発したのでそれをもって、まあ、NVIDIA 社の GPU を、まあ、グラフィック以外のところで GPGPU として、計算でも使えるように市場マーケットを阻止していきたいといったお話を聞いてですねぜひ日本でそのビジネスを展開したいというふうに思いまして、まあ、日本に帰りましてすぐ、翌年の2007年からお付き合いを深めさせていただいたという経緯になります。そうなんですね、はいはい、ではさらに、強みの部分、お伺いしてまいりたいと思います。はい、先ほど話させていただいた、プロセッサーカンパニー4社この組み合わせをですねしっかりこう活かしてお客様にご提供するために我々グローバルのベンダーさんとお付き合いをさせていただいております。台湾のメーカーさん、ヨーロッパのソフトウェアベンダーさん、それからアメリカ特に西海岸のメーカーさんも多いですかね。そういったそのグローバルのメーカーさんの、まあ、特徴をしっかり生かすような形で我々その知見をですね中にストックしてお客様にベネフィットを提供すると、まあ、出来上がったツールを生かしきるといったところがそのノウハウが我々の強みというふうになっています。では、続きまして今後についてもお伺いしたいんですけれども、はい、今後のビジネス展開どのような計画でしょうか。はい、そうですね、我々の主戦場でありますまず AI 学習環境をここに関して独自のツール我々持っておりますのでここをしっかり強化していってですね今の私どものお客様に対してより安定して使いやすい環境といったものをご提供し続けるといったところがまず一つですね。で、二つ目としましてはですね、まあ、昨今話題になってますメタバース、これ我々ビジネスメタバースの市場というところを実はこれからの展開する大きな一つのキーとして考えております。メタバースと AI というのは非常にこう親和性が高いのでそこのところでお客様のしっかりご要望に沿った形でですね仮想空間上でさまざまなサービスが展開できるようなソリューションを今考えているところでございます。こちらも NVIDIA と協業というような言い方でよろしいでしょうか。はいはい、NVIDIA さんがオムニバースというビジネスメタバースのサービスを展開しておりまして私ども日本で唯一のエリートパートナーを今取得しておりますので、はい、例えば自動運転ですとその悪天候時の自動運転の学習って現実世界ではなかなか何回もできるものではないんですけど、まあ、仮想空間上では繰り返しそういったことが行えますので、はい、そういった使い方を想定期待されているようなところもございます。いろんなこうシミュレーションというかそういうこととかこう設計してみたりとかそういうことができるということなんでしょうかね。そうですね、デジタルツインといいまして現実世界と同じようなことを仮想空間上で、シミュレーションするというような使い方になりますね。はい、はい、そして続きましてこちらはどうでしょうか。はい、まあ、昨今かなりプロセッサーの性能が上がるに従ってですね電力も非常に高く消費電力も高くなっておりますし、まあ、排熱も大きくなっています。
ですので、まあ、高性能な機器を安定して稼働して使っていただくためにその設備も含めてですね、我々データセンターさんの方と提携してお客様に環境ごとご提供するといったところで、まあ、単にオンプレミスクラウドというだけではなくて、それを組み合わせた一つのデータセンタービジネスとして展開していきたいというふうに考えております。はい。そしてこちらに成長イメージをご用意いただいているんですけれども、はい、ご紹介ください。はい。私どものビジネスはですね、フロービジネス、それからストックビジネス、この2つに分かれております。しっかりこうお客様とですね、フロービジネスでお付き合いをしながら、我々のメリットである性能向上支援、そういったところも含めてストックビジネスでより深いつながりを持っていきたいというふうに考えております。しっかりですね、皆様のご期待に応えて、実績を上げていくというふうに考えております。はい。NVIDIA の国内ナンバーワンパートナーということなんですけど、はい、これパートナーになるとこうどういったメリットがあるんでしょうか。はい、そうですね、まずトレーニングがクォーター単位で受けられますので、最新の知見をこうしっかり共有してもらえるといったところで、我々技術含め営業もですね、商品知識をお客様の方に最新で、かつ正しいものをタイムリーにご提供できるといったところが大きいのと、あとは、何かしらこうマーケティングをするときにですね、メーカーさんの意向を組んでしっかりそれに沿った形で、国内に並走して、メーカーさんと一緒に動けるといったところが大きいかと思います。はい。それからの事業環境に関してなんですけども、はい、今まさにこう生成 AI ブームということで、こう、はい、我々ちょっと知識とかこう追いつかないようなところなんですけども、どんなふうに捉えてらっしゃいますでしょうか。そうですね、まさに5年前にその AI が、ブームと言われていた時期に、これぐらいその AI が成長する、社会実装されるっていったイメージが皆さんお持ちじゃなかったかと思うんですが、もう完全に我々の社会の中に溶け込んでおりますので、それをこう使えるような形でご支援するというのが我々の使命だと思っておりますので、そこはしっかりキャッチアップしていきたいと思います。まさに追い風ということで、はい、よろしいでしょうかね。はい、そう考えております。では最後になりますけれども、番組ご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、GDEP アドバンス代表の飯野と申します。おかげさまでですね、本日このスタートラインに立つことができました。ここから先はですね、社会貢献も含めまして、しっかりいい株主、それから、ステークホルダーの皆様の負託に応えることが我々の使命だと思っておりますので、ビジネスを責任を持って邁進してまいりたいと思っております。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、飯野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。